塚本健一ですね。
それがしたけど、私の大先輩じゃん。もう今日もこうなるからなんです、実は。くだらを作られました。実は私も、こうなるぐらいの生まれ育ったもんですから、ダムができる前から、ご覧の目を知ってるんです。先ほど若田さんが話されました話は本当なんです。実は私も、もう小学校1年生頃から今まで泳いだり、から乗ったり遊びました。その頃の水は本当に綺麗だったんですね。もうそこまで透き通って見えました。それで私、子供の頃、夏なんか泳ぎに行って、喉が渇いた時には、その子供の水を飲んでましたからね。それが綺麗だったんです。それが私は今住んでるところが瀬戸井猿の目の前なんです。おそらく私が一番近い県かなと思いますね。たぶんはその県だって熊市新聞足利支局からですね、車内が変わりまして次がされました。これは11月7日分の木曜日用なんですけれども、ここに載ってますけれども、私は実は言うと、天元科学の流木等なんかが出てくるこの仕事に、12、3年、トスアップがありました。それで、いろんな、知っとるんです、私は。だから、現在も、定年で3月でやりました。それまでは、役所の方に勤めていましたけど、途中からだったんですけども、それであまり声を大事にしてあまり痛くなかったですよ、本当は。ということだと思いますから。でも、この時には、もう私、沢藤子を受け答えして帰りましたんですけども、今日皆さん、話を聞いて、本当に私の考えなども決まりました、本当に。もう、世界に変わりがない、本当です。もう洪水時なんかの時にはもう夜中だろうと何だろうとサイレンが鳴りて放送が始まって、もうこっちは私の仕事を行っておったのですが、夜中に起こされたらもうそれ寝られてたんですよね。仕事に行って眠って眠ってですね、仕事にもなるそんな日がもうただあるんですよね。そうで接客で休みなんかに普通だっても放流しとる時はもう家ガタ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 させていけるんですよ。本当に嫌ですよ、本当。これは体験して見たもんじゃないとわからないと思います。そうでこの前久々に家内とですね、こういう時に行きながら三つ国回って、それからずっと佐川の方に向かって川を見つけました。ものすごく綺麗ですよ。で今敷いていかれ徐々にこう水が引いていたんですけども、もうダメに近づいて汚いんですよ。泡が吹いて汚れてる水が。それであの時にはちょっと半々しか私しゃべってなかったんですけど、この新聞の時には。でももう、こうなんだかいらんまい。つくづくそんな思いましたね、私は。そうで、女房も、本当、子供なんか綺麗かったもんだなって。なんてなんだろう、あんなことなって。ってところが、もう10年ぐらい前から私の女房は、裏上げが積み切らんと。もうガタガタ言うし、出られんし。だから私は結婚しなかったんですよ。アパートを借りて10年ぐらいの金は住めば、それは私も早く手伝うことで言ってるんです。それは天がそうなんですよ。それからは天がなんだよ。先祖もらすだけですから、私はもう頑張ってるんですよ。だからそんなとおり、もう金が言うとおり、もう寝とる時にガタ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 出てるし、これはあったことはないと。
私はもう、何か待っているか、本当に借りている。それが私が書いている。4年ぐらい。そんな企業を作るから、私は。だからこそ、これを大事に私は、もう、なんと、3世紀。私は。皆さん、これから、どんどん側に向けて、ちゃんと、適当に、チェックしながら適当に、皆さん、頑張りましょう。